本人は世界で一番〇〇？テニスにまつわる世界の雑学クイズ。今回はですね、世界をテーマにいろいろなテニスクイズを出題していきたいと思います。せっかくやるからにはですね、全問正解の暁には先生どうしましょうか。全問正解者はもう1万円あげるわ。すごい。早速ですね、出題をしていきたいと思います。第1問、この単位は何の数字か当ててください。48センチ。このぐらいってことですね。はい、3つ選択肢があります。1つ、馬のペニスの平均長さ。2番、クジラの記録上最小のペニスの長さ。3番、ペニスが世界一長い人のもの。シマウマがもっと長いのは知ってるんです、見たことあるから。足の半分ぐらいまであったの見たことがあるので、これはちょっと違うなと思ってるんです。うん、馬は違うと。はい、正解は3番だと思います。正解3番なんです。やったー、すげえ。第1問大正解。俺の1万円ぐらい。正解は3番、世界一長い人の長さということで。すごいですね。大変ですね。大変だね。それ勃起時代だよね。でも平常時かな。平常時です。はい、平常時の長さだそうです。それ困るだろうね。させるの大変ですね。勃起させるのも大変だし、かわいそうだよね、逆に。ほとんどの人が祈祷ぐらいしか入らないでしょ、女性に対して。そうですね。G コールとかどうすんだろうね。どんな感じなんだろうね。なんか次でもよくないですよね、うん、それも大変ですよね。次にですね、第2問。これは何の順位でしょうか。1位日本、2位アメリカ、3位ナイジェリア。ということで、これが何の順位を指すかということなんですけれども、まず1番、世界のペニスの硬さランキング。2番、世界のセックス頻度少ないランキング。3番、世界で方形が多い順ランキング。これ難しい。世界の方形ランキング、確かに。うん。どれも1位、日本のような気がするんですけど。うん、確かに日本人は硬いとこも言いますからね。でも一番問題視してるとして、2番。セックスの頻度が少ない。はい、では先生、回答は2番でした。第2問大正解ですね。いや、これ絶対分かんないと思ったんですけどね。本当ですか。はあ、まあ、日本は年間あたりのセックス頻度が世界一少ないらしいです。テレビでも見ました。問題になってる。男女間のセックスの回数が少ないですね。そうです、そうです。平均は48回とされていて、日本女性の 45% がセックスに無関心。女性の方が問題なんじゃない？すごい問題ですね。これなんてなんでしょうね。日本女性って潔癖症すぎるなって思うよ、ね。はい、イギリスとか今年行くことがあって、でもおでふが出てこないし、まあ、それが普通なんだよね。うん、人間ってさ、体に細菌ついてたり、口の中からもうバイ菌だらけなんで、汚らしい感じだから、はい、そういうところを考えてセックスへのハードルが上がる、上がってるってことですね。なるほど。そういう潔癖症だから、よっぽど好きな人じゃないとやりたくないとか、そういうところが出ているんじゃないかな。なるほど。よく知らない人とはそんな簡単にできませんみたいな。そうそうそう、簡単にできないとか。なるほど、なるほど。それが要因になってるんじゃないかと僕は思ってるんですよ。その点のハードルは高いですよね。確かに世界一少ないっていうのも、まあ非対問題というか、はい。48回って意外と多くない？俺、自分で思うのが良くないのか、うん。ほとんど週1回ぐらいやっていくでしょ。そうみたいですね。まあ、考えると、俺はやってないから。そうだね。若いカップルは動くからやってると思うけど、やってない人はほとんどやってないっていうのが、そこの差が大きいですね。これでも世界一少ないわけですから、意識的に頻度上げていきましょうということで。そうですね。はい。まあ、僕もちょっと頑張ります。それでは、最終問題ですね、はい。これは何の時間でしょうか？ 7 分。1。日本人の射精までの平均時間。2、連続射精時間のギネス記録。7分間射精し続けてるってことです。マジかよ。どうやって計測したんだよ、それ。3番、豚の射精継続時間。っていう、この3択ですね。これ、もうクイズなんで1は省いときます。ぽいじゃないですか。なわけないじゃんみたいな2と3。No。 どっちか入れたいんで、人間が7分間射精し続けるのか、豚が7分射精し続けるのかってことですよね。そうです、そうです。絶対人間はないんで。いや、でも豚もなくないですか。豚の大きさにもよる、大きさにもよると思いますけどね。はい、哺乳類とかは結局は体重なんだよね。じゃあ豚とかありえるってことですよね。豚は、まあ、90から190、人間よりちょっと重いですね。体重ですか。豚のがありえ、じゃあ人間の方が面白そうなので2番にします。2番先生正解をどうぞ。正解は3番でした。
なくなっちゃいました。答えは3番ということですね。豚の継続時間ということで、豚は妊娠しやすいように時間で精液の種類を変えて約 100ml から 500ml の液量を射精する。ペットボトル、はい、すげえな、はい、1回にかける量が相当多いと。ちょっと伊藤さんに救済問題を1個だけ出したいと思います。ペニスサイズについて、日本のペニスサイズは世界で見ると何番目でしょうか。順位を正確に当ててほしい。世界から見て何番目に大きいかの何位を当てればいいですか。そうです。1位当ててもらいましょうか。どうですか、世界1位当てて。世界若干簡単だけど、まあいいよ。俺は多分当てられると思う。俺は正解見てないけど、はい、世界1位の国を当てれば OK です。わかんないな、それは。ロシアにします。ロシア。俺はナイジェリアだと思うね。ナイジェリア。絶対アフリカ系が長いやつですよ、はいはい、ロシアとナイジェリア。ナイジェリアですね。正解はコンゴでした。コンゴってアフリカ系だよね、はい、やっぱアフリカ系が大体上位を占めてますね。 17.93 っていうのが平均サイズの。意外とそこまで長くないね。そうですね、ちょっと安心したね。あとはまあブラジルとか南米系も結構上位にはランクインしていく感じに。で、日本は 12.6 平均的なサイズとしては挙げられますけれども、こんな感じのペニスサイズの統計がありますよという。アジアでは長いのは結構あります。アジアはですね、比較的サイズが小さいということで、その中で言うと日本が結構長い方。長い方です。デカチン好きはぜひ今後へみたいな感じの旅行の勧め。女性に対して。そうです、そうです。ということで、まあ、今回はですねペニスクイズちょっと出題してまいりましたが、残念ながら全問正解ならずということで。悔しい。でも最初の2問よく分かりましたねということで、今回はペニス雑学クイズということでご紹介いたしました。動画面白かったよという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。